月、この花のように美しくありたいな。よろしゅう頼んます。ワイラのことか。綺麗なお姉ちゃんとお話がしたくて。なんや、月のお客さんか。どうした？私に何か用？触ってもいい？え？ええ、かまへんえ。キラだ、すごく綺麗。私も着てみたいな。あ、気に。あとお姉ちゃんの話し方もふんわりして綺麗。そっちのお兄ちゃんよりも上品な感じがする。なんでわいを引き合いに出すね。嬉しいわ。あんたもすごく可愛らしいよ。ねえねえ、お姉ちゃんってウサギさんなの？ウサギ1号って、私はブレイドなんやで。お姉ちゃん、ブレイドなんだ！すごーい！月っちゅう名前やね。よろしゅうね。月？そう。しっかり覚えてな。うん。ねえ、月お姉ちゃん。お姉ちゃんはどうしてそんなにキラキラで綺麗なの？どうしてって言われてもな。ブレイドってみんなキラキラしてるの？いや、そないなことはないな。ねえねえ、その話し方はどこで覚えたの？そっちのお兄ちゃんよりも本物な感じがする。いちいちワイを引き合いに出すな言うとるやろ。これは生まれつきやね。ねえねえねえ、どうやったら生まれつき綺麗なの？キラキラの服ってどこで買ったの？あ、もうそないにいっぺんに聞かれても答えられへんよ。ずいぶんと気に入られたみたいだな。頑張って月お姉ちゃん。もう人ごとやと思うて。みんな後で覚えときや。ねえ、お姉ちゃんの好きなものは何？今度は好きなもん？うん、そうやね。私が好きなんはお花やな。お花？そう、それも夜にしか咲かへん月下草ってお花。小さいけど白くて綺麗なお花やねん。ふーん。ねえねえ月お姉ちゃん、あのね、私も月お姉ちゃんみたいになりたい。どうしたらなれるの？私みたいに？うん。そう言われてもな。そう、まずは元気に外で遊ぶことやね。お外で？そうや、ぎょうさん遊んでたんとご飯食べて、それでな、ちょっとだけ勉強もするんや。へえ、勉強も？そう、勉強も大切なんや。そっか、綺麗になるのは大変なんだね。どや、ちょっとはためになったか？うん、私も頑張れば月お姉ちゃんみたいに綺麗になれるかな。おお、なれるで。月みたいにごっつーべっぴんさんにな。ちょっとジーク、
そっか、ありがとう月お姉ちゃん。次会う時には私も綺麗になってるからね。バイバイ。さいなら。よう頑張んやで。あの子、喜んでたな。意外だよな、月って子供の相手がうまいんだな。そんなことあらへんよ、今のはたまたまや。というかジーク、適当な返事せんといてえな。わいのナイスな口調をバカにされた腹いせや。ほんま根性悪いわ。それにしても次にあの子に会うのが楽しみだな。せやね、無理しすぎんとええけど。美しさはどこまででも追求できるもんやね。ゆっくり休まはった？よく寝た。you
俺の力で。私の力を使えば俺の力が役立つだろう。私の力、この力で。俺の力を使いな。心を落ち着けて。構造計算中。うん、行けそう。大丈夫？どっか痛いところはない？うん、大丈夫。よかった。ほんま、よかったわ。危ない、逃げて。モンスター、くそ、どっから現れたんや。ここはどうやら奴らの縄張りのようだな。あ、月お姉ちゃん。安心しよしよ、私がしっかり守ってあげるしな。お姉ちゃんはな、綺麗なだけやなくてとっても強いんや。せやから、こんなモンスターなんかに絶対負けへん。全身必勝、一気に出よ。崩れろ、ローリングスマッシュ。ローリングスマッシュ。握ったわ。ダメージオーバー。はっ、さすがですかね。ラウンドヒット。ダメージオーバーだ。
リバリアンバーこれでいいぞ。いいぞ。ヒーリング入ろう。アンカーソフト。どこを目指しましょう。
なんであんなに危ない場所へ一人で行ったん？綺麗になりたいんと違ったん？その前に死んでしまうところやったんやで。ごめんなさい。でも、どうしてもこれが欲しかったの。これは、月下草？うん、月お姉ちゃんが好きって言ってたお花だよ。二つしか取れなかったけど、お姉ちゃんにプレゼントしたくて頑張って取りに行ったんだ。私に？うん。月お姉ちゃんいろいろ教えてくれたでしょ。だからね、そのお礼がしたいと思って。ほなら、私のために怖い思いをしてあんな危険なところに。ほんまアホやな。でもとっても綺麗や。気に入ってくれた？ほんまに綺麗や。月下草よりももっと綺麗なもんが目の前にあるなぁと思ってね。もっと綺麗なもの？そう、それはな、あんたの心や。目には見えへんし、決して形には残らへんけど、あんたの人を思いやる純粋な心はこの世界のどんなものよりも美しいんよ。私の心？今はまだ難しいか。せやけど、きっといつかわかるようになるわ。そうや、私からもなんかお礼をせんとね。よう見とおくれやす。私からのお礼やで。ありがとう、月お姉ちゃん。こちらこそ、おおきに。あのね、私、綺麗でかっこいいドライバーになる。それでね、月お姉ちゃんを私のブレードにしてあげるの。私のドライバーになるん？それは面白そうやね。せやけど、私のドライバーは案外しぶといからな。相当気張らんとあかんよ。
怠るなよ。さて、次はどこを目指しましょう。そい、出てこい。君たちの心を聞かせて。私に気づきなさい。おいしおすな。おおきに。かいらしいわ。ほっこりとして好きやよ、この味。はんなりとしてええ花やろ。よろしおすな。見ておくれやす、この景色。これが大自然の美しさなんやね。確かに、この一面に広がる景色は他では見られないよね。でも、月
月ってもっと派手なものを好むと思ってたけど、意外とこういう景色も好きなのね。カグツチハンはまだまだやね。確かに豪華で派手な美しさもよろしおますけど、自然の美しさが一番ちゃうやろかな。自然の美しさ、それってありのままがいいってこと？そうやね、何も飾らへんありのままの美しさ、それこそが究極の美やと思って。そうなの？例えば花藩は全く美を意識してあらへんけど、十分可愛らしいやろ。確かにそうね。磨いたり飾りつけたり、美しく見せる方法はなんぼでもある。せやけどそれは外見をきれいに見せているだけで、そらいびつなもんどす。せやから自然に生み出される美しさこそが最高の美やと私は思うんやわ。月は十分に綺麗だろ。堪忍しておくれやす。私はまだまだです。さっきも言うたけど、外見がええだけではあかんのどす。例えば私がドライバーみんなの晩ご飯を一人で食べたら幻滅しますやろ。そうか、戦ってる時にドライバーを見捨てて逃げ出したりね。やっぱり心や精神の美しいことが大切なんやわ。内面外見を含めて、その人から自然に生み出される美しさこそが最高の美やと思うで。せやから私はありのままの姿で自分を飾らず生きていくと決めてるんや。なるほどな。確かに月らしい生き方だね。せやさかいドライバーも私と一緒に自分を磨いてもらうえ。みんあなたはアルスト一のドライバーやね。おおきに。これからもよろしゅうね。